皆さんこんにちは。ここは浜松医科大学、通称医大で、静岡県で唯一の医科大学ですね。東鉄バスも多くやってきます。路線図を見ればわかるんですけど、いろんな路線がやってきます。浜松駅へ行く幹線系統の50系統のほか、浜北方面へ行く100系統のバス、47、57系統というものがあります。どちらも浜松駅に行くんですけど、1日の本数は47は医大方面2本、浜松駅方面は1本と少なく、休校日では医大方面の1本だけしか運行されません。なお、57系統は2018年9月いっぱいで廃止されました。さて、今回は夕方1本しかない47系統に乗る機会がありましたので、そのレポートをしていきます。医大のバスロータリーは綺麗で、待合室があります。ただ、エアコンがないので、撮影したのは11月下旬で少々寒いですね。日も落ちてしまって、寒いです。そういえば、医大のリニューアル工事として、校内道路が綺麗になりましたね。糸間があったので、バスターミナル周辺を散策したのですが、綺麗でした。先に発車しますのは、50系統の浜松駅行きです。こちらはかなり本数が多く、1時間に5本確保されています。ルートは基本的に片側2車線ある広い道が多く、沿線には高等学校が5校、病院は医大病院と、需要がかなりありますね。現に通学時間帯はかなり混雑する路線です。さて、次に来ました三菱ふそうのエアロスターが当該系統です。47系統青い町経由浜松駅行きです。さっきのバスとは違って、1個西の通りを通っていくバスです。姫街道という、昔からある街道で、道幅は狭いですが、様々なバスが走っていて、一番本数が大変じゃないかというくらいに、バスがひっきりなしに通る道です。さて、乗車しました。医大のバスターミナルを出ますと、住宅地が広がっています。この辺は郊外になりますけど、自家用車でなら近くに多くのショッピングセンターがあって、生活はしやすいエリアです。自転車ですと坂が多くてやりづらいエリアですけどね。浜松は冬になると風が強くて自転車は向きません。車内放送や運転手さんのバス案内では、頻繁にこのバスは青い町経由だと言っておりました。ほとんどが50系統で、経由地が違うことをアピールするためでしょう。特別感を感じてきたのはおそらく私のみでしょう。しかし、この放送がなければ本当に他のバスと変わりがないですからね。とりあえず、医大から出発して高校は2つあるのですが、そこを越えますと、50系統とはルートを変えて、自衛隊の用がある方へ行きます。実は同じルートを100系統も走っていますから、何かしらの路線が並走しています。ここから先は、46系統と並走していきますので、全区間何かしらの路線と被っているという路線です。利用者は10人も届かず、座席に全員着席できる状態です。この先は、他の多くのバスと並走します。追い分けの交差点です。かなり渋滞していて、ここを突破するのに3回くらい信号が変わっています。40系統という10分おきに運行されるバスのほか、40番台のバスが頻繁に出入りしますので、47系統もそれの一つに過ぎないのです。ここから先の動画は東州高速バスの旅で40系統に乗車した際とほぼ同じです。大学は静岡大学、浜松キャンパスも通りますけど、こちらは多くのバスが乗り入れますから、47系統が特別便利ではありません。医大方面から直接のアクセスできる唯一の系統ですけど、そういった需要は、高校からこの付近の家に行く時のメリット以外はあまりないのです。それは本数が少ない路線は大体共通して言えることで、
そこに住んでいる人にメリットがあるとしか言いようがありません。市街地に到着しました。ここからは、系統ごとに経由地が異なるのですが、そこまで複雑ではありません。47系統をはじめ、41から47までのバスはすべて、今映している道を通って浜松駅まで行きます。このように、追い分けのあたりからは、大体のバスが同じ道を通っていますから、何の面白みがありません。1日1本しかない系統のために、テープがあるのはすごいですけどね。音声はすべて、他の路線の使い回しですけど。強いて言えば、しきりに青い、上経由ですと言っていましたから、それが一番の収穫ですね。そこまで、バスが通るのが珍しい、ルートではないけれども、通学需要の現状を見るという意味では大変いい勉強になったと思います。乗車時間は50分程度で50系統よりは5分くらい長いでしょう。浜松駅到着放送が流れました。バスターミナルの到着バス停は決まっていません。空いているバス停にとりあえず止まっていきます。円形のバスターミナルなので、ぐるぐる回って到着していくのが特徴ですね。周りには多くのバスが止まっていますが、ほとんどは低床バスで、2ステップバスはかなり数を減らしました。では、また別の動画を撮るので、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の、名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。